はい、WBC の結果が出ましたので、そちらを見ていきたいと思います。2番人気ですね。アテナが、1番人気。二重丸も3つついてますね。一方、我がカタノギムレットも二重丸が1つ。丸が2つで、黒三角は1つ。3番人気が、マランショコラ。丸が1つついております。この、3頭の争いとなるんでしょうか。前回のマイル戦、WBC マイルは2着だっただけに、より力をつけてであろう今回は期待したいとこですね。で、果たしてこのロンドンの地を一着で駆け抜けることができるのか、柴田義富の手腕に期待です。 WBC クラシック発走です。7枠9番スタートは、まずまずかもしれない。後ろから3番手ですね。アテナってアテナじゃ、女神じゃなくってアテナだったんだ。さあ橋を渡ってこいよ。600さあ届くのか。これはさあここで仕掛けたがファルブラムはいい。さあアテナが先頭だ。届きそうにない。どうだろう、3着かな。マランショコラにも敗れ去った。やっぱり後ろから行く馬は辛いのか。後ろから行くレースだとこういうカップ戦は。
い、というわけで、今回は残念な結果に終わってしまいましたが、またG1 を中心に巻き返しを図りたいと思います。また見てください。高評価とか、チャンネル登録、またですね、この動画の最後の20秒に流れる関連動画、動画プレイリストのご視聴もよろしければお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。